かってないよ。例えばハッピーエンドより甘くて高価なデザートより君がいいんだよ。二つの傘より愛愛がさ、ちょっと冷たいけど愛するための対象ならいくらでもどうぞ。ただずっとそばにいたいねえ darling。 Oh 欲しくずもない二人ぼっちの世界でずっと最後の花火をあげてフィナーレを飾って奇跡の降る恋に落ちて Darling もう離さないで味気ない世界も悪くないね。どんなに恋をしたって初めて目が合った。ずっと覚えとくよ。二人の幸せ。